皆さん、こんにちは。h i m んです。いつも英語、英会話、一日ご覧いただきありがとうございます。今日は Q1164 やりましょう。Q1164 is Can you run the bath? なんて言っていたでしょう。そしてどういう意味でしょう。3秒考えてください。OK。では答えです。答えは Can you run the bath? Can you run the bath? o k ケー、okay, これは、えー、お風呂を溜めてくださいという時に使う表現です。run は走るなんですけど、水系でよく使います。えー、ブラピの映画で、the river runs through it ですね。あの、river 水が流れているので、それを表現するときに run を使います。あと、the water's i running とか、あの、水が出てますよとか、水道ですね。水が出てますよとか、という時にも使えます。で、えー、まぁ、あ、21世紀になってきて、こう、なんでもワンタッチポンでできるようになってきたので、たまに スタートあのボタンで1個で溜まったりしますね最近のハイテクなお風呂はなのでまあそういう時はスタート使ったりする感じもあるかなと思います can you start the bath?OK、okay、なのでぜひ皆さん使ってくださいでまああまり日本だとすごいお風呂入るんですけども海外だとこのお風呂そんなにあの日本人の方ほど頻繁に入らないので ですけども、日本ではたくさん入るので、ぜひ、どんどん使ってください。もう家の中で流行らせてください。OK! そして、えー、今日のポイントはですね、発音です。発音制するものは英語を制します。なので、しっかり発音やっていきましょう。まず、け、けにゅう。けにゅうですね。けにゅう。け。にゅうが書けないですね。牛乳のにゅうです、ねあ。全然書けないですね。 ケー、okay、なので、まあ一応、K, 兼入。Can you run the bath?Run.Run run the, the 短いです。run the bath.run the b a t h ケ、okay? ー、で、th, <laughs> ちゃんと止めましょう。bath.bath. Bath 音を出すんじゃなくて、止めて、止めてください。bath.OK?Can、okay? you run the bath? と言うと、しっかり音が止まるので、しっかり止めてください。そして th の音をしっかり出してください。バスって言うと、 Can y o バス。u ス。ですね。BUS に聞こえます。バス。Can you run the bus? むしろ何言ってもわからないですね。そうなってくると。OK で。で、これいいですよ。Can you outrun?Can you outrun the bus? いいですね。Can you outrun the bus? バスを追い抜けますかという意味になります。Okay? これも、まあ、たまに使うかもしれませんね、えー。高校生の時とかよくやりましたね。バスを追い抜けるかどうか。 なんですかねあのテンション。よくやりました。OK? 皆さんもぜひやってください。can you outrun the b c a n you outrun the b u、uh, s can you outrun the bus? Hey, can you out the bus? こう友達に言ってみてください。やってくれるかもしれません。ケ、okay? ーそう、今日いいですね。一日ほどなんですけど、二言勉強になりましたぜひ覚えておいてください。あとはもう発音とにかくやってください。何度も何度もやれば発音はしっかり身につきます。発音が身についたらもう怖いものないです。OK? Let's practice. ちょっと多めにやりましょう。Okay? 5回ですね。5回やれば多分一応戻ってこう。もう一回何回も何百回もリピートできると思うので、まずは5回いきましょう。Can you run the bath?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  Can you run the b u s o k a y できましたね。じゃあ、can you outrun the bus? もやりましょう。3回やりましょう。can you outrun the bus?can you outrun the bus?can you outrun the bus?Okay, out bus? good job! ちゃんと発音してましたね。多分。見えないですけどしてた気がします。まあ、電車とか乗ってると、 えー、実際声出せないんですけども、口の中じゃモゴモゴやるぐらいだったらいいと思います。OK?I、okay? run the bath. とかやって、で、こう t j 音ちとしっかり出すようにしてください。もうこれすごく大事です。何が大事かっていうと、できるのにやらないですね。多くの方が。だと、あのー、できるのにやらない。何か一つできるのにやらないっていうことは、他のところでも絶対そういう癖になってるんですよ。まあた、とりあえず通じるかがいいや、みたいな。で、そうすると、 たまにそれが出ちゃって、ちゃんと発音しなかった時に分かってもらえなくて、英語は難しいと思ってしまう方が多いです。そうじゃないですね。あの、常に手抜いてるんで、それが癖になって他のところも手が手を抜いちゃって通じないっていうだけなので、あの、手を抜かないでいきましょう。T1 発音する大したことじゃないですね。スッと、下が3センチぐらいしか移動してないので、それをですね、 めんどくさがらないでください。o k、okay? a y l r i g h t では、そんな感じで終わりにしましょう。So, please practice p r o n u n c i a t i o n o k a y l r i g h t I'll see my next video lesson. Bye!